静岡地方気象台によりますと、午前11時ごろ、浜松市の中心市街地では雨に雪が混じるみぞれが観測されました。今日の日中は気温が上がらず、最高気温は静岡市葵区の伊川で1.2度、浜松市天竜区の佐久間で3.2度、御殿場で3.8度と平年を大幅に下回りました。 天城高原を通るこちらの伊豆市の県道は雪が積もり、道路も真っ白になっていました。山間部を中心に積雪の影響でチェーン規制となっている道路もあり、注意が必要です。また、東名・新東名ともに県境付近では雪が降る恐れがあり、中日本高速道路は冬用タイヤの着用とチェーンの傾向を呼びかけています。 静岡空港では今日雪による欠航や遅れはありませんでした。明日も通常通り運行する予定です。明日、県内の気温は平年より若干低くなる見通しで、気象台は引き続き低温注意報を出していて、路面と水道管の凍結に注意するよう呼びかけています。